ともみあげの潜在意識ドキュメンタリー、イエーイ。はい、やってまいりました。今日はですね、ついに皆さんにね、潜在意識、書き換え魔法のシートのですね、まあ、目的だったりポイントだったり、その眺め方というか見方じゃないんですよ、これ眺めるんですね、うん、これ結構重要なポイントで、まずちょっとそうかな、この違いから言ってみようか。見ると眺めるってなんかどんな違いありそうですか。見るとか読むと、じゃあ眺める。そうですね、眺めるは俯瞰する感じですかね、うん、うん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 、はい、なんか感情とか入ってそうですかね。なんか第三者のなんかもう一人の自分がいるっていう、うん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 。じゃあ読むっていうのはどんな感じですかね。読む、読むは、うん、まあ、ただ読むというか、うんうんうん、なんか俯瞰はしてない感じですか。ああ、なるほどなるほどなるほど、いいですねいいですね。まあ多分おのおの皆さん認識の違いがあるとは多少思うんですけれども、まあ、読むっていうのはね、こう一般的にこうそこにある文字を情報としてこう頭になんかこう入れていく感じですよね。うん、だからなんかこうインプットをしてしっかりこう入れていくって感じですけど、眺めるっていうのは別にそれを入れようともしてない、ただ見てるだけ、別に忘れてもいいと思ってますね。だって本読むときってこうなんかぼやっとこう眺めてても、なんかこう小説入ってこなくないですか。本をこう読んでないというか眺めているだけじゃ多分何も入ってこないですよね。小説が誰がやっぱどうなってどうなったのかっていうのはやっぱこう頭で考えてというか想像してると思いますね。小説多分入ってこないと思うんですけど、ぼやっと眺めるときって例えばね、美しい絵画を見てたりとか、まあ、美しい景色を見てたりとか、そういう時ってこうぼやーっと見てる感じなんですけども、別にそれをほら自分に入れて楽しませようっていうのもそんなないんですよね。もちろん鑑賞することによって自分のその気持ちというかリラックスとかっていうのはあると思うんですけど、でこのシートに関してもですね、今日皆さん考えてもらったシートあると思うんですけど、これですね、ちょっと僕のほら写ってるんで、あの個人情報がこれは眺める感じで見るのがいいんですね。見るというか眺める感じでこう見るんです。だからそれを別に無理やり自分に質問として投げかけようとかね、そこから自分から強制的にこうアイデアを引き出していこうとか、そういう意図もないんですよ、うん、ただそれを見てぼやーっと見ているだけで潜在意識に入っていくっていうところだけに軸を置いて見ておくっていうところがまず一つ目にすごく重要なポイントなんですね。で多分エミさんのこう見方はどうなのかな、ガン見してるみたいな感じがするんですけど、どうですかね。そうかもしれないです。そうですね、もう、うん、もう何、この何も見なくてもこの文、この質問が全部言えるのが当然で、うん、いいねいいね、いいね、でも逆にそれやったからこそね、今回のこのまたこの後の旅意味が分かってくるんですけど、ぼやーっとこう見てる感じなんですね。で僕もその前回言ったんですけど、こう机のところとかに置いてあるんですけど、こう読み込んでこうしっかりなんかこうお経をこうなんていうんですかね、読むような感じで一言一句こうですね、間違いないように読むかというと全然そんなことはなくて、先ほどお伝えした通り眺めて、おいいねこれ、あなんかこれ最高じゃんみたいな、ニヤニヤニヤっていう感じで、別にそこからじゃあ今すぐアイデアを、じゃあこれによって何が出てくるんですかみたいなね、その質問を読んだから、じゃあ横に大体僕こうなんですかね、こうなちっちゃいこうこポストイットっていうのかな、ポストイットが自分の目の前にバンと置いてあるんですけど、はい、そこにこうすぐに、ね、こう書かなければいけないとかそういうのはなくて、もちろん出てきた時はなんか書いたりしますけども、そういうなんかこう強制感っていうのはないんですね。だからこれやって、あこれ見ることによって俺の潜在意識がイケてる状態にさらになると、じゃあこれをただやるから眺めるんだっていう感じで、眺めておしまい、眺めておしまいっていうね、それだけなんですね実は。うん、だからね、こう気合とか力を入れてっていう感じではなかったりしますよね。意外です。うん、だから結構ねこの潜在意識を書き換えていくっていうのも、僕もねその気合とか男前なところで、例えば毎日こうねありがとうございますってね500回ぐらい書いたりとかやってたことももちろんあるんですけど、何々が起きてくれてありがとうございますみたいなねいうのもずっとやってたことあったんですけど、結構きついですね。じゃあそれによって本当に効果があるのかっていうと、ないことはないんですけど、うん、他のじゃあいろんなその僕が今までやってきたことの中で見るとそんなに大きくはないですね。うん、でそれってほらじゃあ優先順位とかパワード的にどれくらいのパワーがあるんですかっていうものは、
まだちょっと僕の中でも数値化できてないものってがあるので、まあ、それちょっと僕の方で研究してた中で、じゃあ潜在意識っていろんな書き換えの仕方とかやり方あるけど、どれがじゃあ一番重要なのかっていうのはまた皆さんにお伝えしていきますが、ただ今の段階で僕が言えることっていうのはやっぱりそのグッドなフィーリングの時と、やっぱりそのまあこれはね真空状態っていうところで、あのエミさんとも話しましたけど、こう自分がその時間を忘れてしまっている時っていうのは、やっぱりこう何か面白い不思議な出来事が起きたりとか、当然そこでこう引き寄せが起きたりとかっていうのはもう幾度となんか経験してますし、まあこれは他の人の話を聞いていても、昔の人の本を読んでいてもそうなんじゃないかな。でそこに当然利他性が加われば加わるほど、利他っていうのは自分のことは一切考えずに、例えば僕だったらそうですね、家族を全力で喜ばせるようなことをやっていて、で当然自分もそれによってハッピーになるってことをやってると、それによってなんか不思議な出来事が起きるっていうのは、まあこれ多分皆さんもね、ここまでの話で理解してると思いますし、多分そこを中心にした毎日っていうのを当然送っていくんじゃないかなっていうのは思うわけですね。うん、だからそこがまずベースにあった段階で、やっていくというところが、ちょっとね、皆さんの中でちょっと少し腑に落ちていただけたらなというふうに思いますけれども、そうですね、ちょっとエミさんにこうどんな質問を書いたのかっていうところですね、そこをね、まあ、ちょっと前回のビデオで少し出ているかもしれないですけれども、その自分のゴールとか、なんか目標に関してとか、まあ、目標とかっていうとちょっと堅苦しいので、なんかこう理想像っていうところに関しての質問っていうのは何か考えたりとかしましたか？作ったり、それを入れたりとかは。あ、もちろんです。しました。うん、もし何かここで話せるようなものがあったらお願いできたらなと思うんですけど。はい、あ、私の考えた質問ですね。そうですね。はい、私が考えた質問は、今日絶対済ませておきたいことは何？うん、未来の欲しい状態のために今日一番優先したいことは何？うんうんうん、今日出会う人にどんなギブをしたい？うんうん、未来で、なっているであろう自分の姿を今日一つ実行するとしたら何？うんうんうん、人からこう見られたい表情はどんな表情？うんうん、はい、高いエネルギーを保つために今日何をしたい？うん、なるほどね。うんうん、未来のなりたい状態に少しでも近づくために今日できることは何、うん、まあ、なんかちょっと似たようなものもちょっとあるんですけど、おー、いいですね、うん、なるほど、なるほど、あれですか、はい、なんか理想のこうイメージが湧いてくるようなそういうなんか質問みたいなのないですか？まあ、私が目指しているのはそのコップの水が半分、はい、コップに水が半分入っていて、人によってもう半分しかないって思う人と、うん、まだ半分あるって思う人に分かれるじゃないですか。で、それをまだ半分、はい、まだ半分あるよねっていう考え方というか見方を、うん、なんか何か例えば話を相談とかされたりとか、うん、常にそういう見方ができるのを、うん、自分もそれができるようになりたいし、人にもその見方を、うんうん、でもこうじゃんっていう感じでなんか言える自分になりたいっていう理想があるので、うん、なのでそれにやるためには、うん、今日どんな一日を過ごしたらいいかなっていう、なるほど、なるほど、いいですね、はい、うん、そうですね、で、はい、その自分のやりたいこの事業っていうかそれがあるので、うんうん、それに向かうために、うん、今日何をしたらいいかっていうのも、まあ、ミックスで入ってはいるんですけど、なるほど、なるほど、はい、OK です、はい、でちょっと実はね、まあ、これ種明かしというか、これ聞いてくださってる方にも示唆したいのが、このシートっていうのは将来のイメージとか理想のイメージを必ず書いて、それを質問形に書いていくっていうところが実はこれした方がベストなんですね。でじゃあちょっと具体的にどういうことなのかっていうと、僕が書いてるもの、例えばそうですね、これちょっとね、ここにバッと見えて、ちょっと今これここにちょっとテロップ入れますよ、特別に書いてあるのが、どうやったら、これポイントですよ、1個質問したね、明かしますけど、どうやったら癒し系で超美人でセクシーで、これみんな笑っちゃうと思うんですけど、笑いながら聞いてくださいね僕のことを理解してくれて 100% 自分を持っているアゲマン美女の、まあ、僕のこれ妻の名前なんですけど、〇〇と生涯どうやったらラブラブでいられるのかっていうふうに書くんですね。
そうすると僕はほら奥さんのことをもう超美人でセクシーでこうあるべきだっていうふうに思うんで、そういう認識で接するんで、当然自分の奥さんももっともっとそうなっていくんですね。これ人間ってやっぱ例えばほら自分の旦那がこいつはケチでもうどうしようもないと思って、どんどんそういうなっちゃいますから。だってそういうふうに接するんで、お前はケチでお前はあれでっていうふうにどんどん人間ってほら認識してる通りいってっちゃうじゃないですか。そうするとどん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 こう攻めて攻めて攻めてみたいな感じで、で当の方にもそうなってっちゃうんで、っていうふうに僕はこう一つ例えば質問をするんですね。そうすると自分の妻へのあり方もそうな、接し方もそうなってきますし、もうなんかラブラブのためにこういうことをやってっちゃおうかなっていうのをその瞬間は思わないんですけど、それが後でいろいろ出てくるわけですよ。だこの質問したことによって僕のその後の行動が勝手にそうなっているっていう潜在意識の信頼を持ってやってるので、その瞬間すぐに無理やり考えようとしないですよ。必死に考えろって言われたら、まあ、考えますけど、これさっき言ったように眺めてるんで、いつかこれ答えが出て俺の行動が勝手にそっちの方に、これポイントね、チューニングされていくぞって、チューニングされていくっていうところを中心に質問していくんですね。だからまあこんな感じよ。だからあとはどうやったらこう、まあ分かんないけど、エミさんだったらこうね、うん、〇〇地方の〇〇の、ホテルの近くの、3LDK の海が見える家で、見える家で、その朝から美味しいコーヒーを飲みながら、そのこういうツール、グッズ、あのデジタルガジェットを使いながら、こう気持ちよくこう仕事をして、これくらい稼ぐことができるのか、みたいなね。それなんか見ただけで、もうなんか楽しそうだな、いけてるな、みたいな。なんか見てるだけなんか、おいいねいいねみたいな、そういう気持ちにさせてくれる、そういう自分のだから言葉とかあるんですよ、いろいろと。キラキラとか、これ人によって違いますやっぱり、うん、だ僕は結構最先端とかね、こう結構おしゃれとか豪邸とか、自分のやっぱこうなんか見て、おいいなみたいな、そういう言葉がいっぱい並んでるんですよ。それをそれをどうやったらできるのかなっていう質問を、これをいろんなところで書いていくんですよ。ここをだから多分ユミさん忘れちゃってんじゃないあ、なるほど。だからその条件って書いてないですね。あ、そう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 、うん。あ、なるほどなるほど。うん。そのなんか多分エミさんのすごい質問も、もちろんそういう質問もやりますよ。僕そういうこう自分の今日一日とか、その理想ではなくて、理想を自分に入れるものではなくて、じゃあ今日何にフォーカスすることで短期的にも長期的にもうまくいってしまいますかみたいな質問も書いてあるんですけど、四五個ぐらい。それ以上に僕のそのシートにはですね、その将来の自分がこうなるたい、こうなったら最高、そのためにはどんなことをするといいのみたいなね、どうやったらそうなれるのっていうのを書くっていうところを僕はここに入れてるわけなんですね。うん、だから僕そうですね、そこにはそうだな、まあライフスタイルのこともありますし、人間関係、これもそうよ、昔からこれなんかそうなんだけどね。例えば僕今ほら、昔は、最近そうなんですけど、昔はその海外のこうすごい有名な方とか、その社長さんとか、まあ、外人の方ですね、いわゆるとかっていうのは全くコネクションも何にもないですし、まあその手段もそれもわからないわけですね。でもそれも 4,5 年ぐらい前に書いておいたら今叶ってるわけなんですね。これ不思議なんですけど、まあそれはやっぱり子供のたまたま学校経由で知り合ってったっていうところがあったんですけども、でもこれもじゃあそれがどっから可能なのかが分かって書いてたのかっていうわけではないですし、ただこうなったら自分的にはマジでハッピー、分かんないけどみたいなね、こうなったら本当に自分的に最高で、それでなんかあんま得しようとかっていうのはないんですよね。どっちかというと、どっちかというとなんか自分的に最高だなみたいなね、最高な状態、じゃあそれどうやったら叶うのかな、今分かんない、でもそれでも OK っていうふうに思って質問していくんですね。そうすると、こうなってたみたいなね、これ結構ね、面白いこといっぱいありますよ、本当に。だこの前も、つい先週もですね、そういった考えで、これ多分しばらく叶わねえだろうなって勝手に思ってたんですよ。まあそう思っちゃいけないのは自分で知ってるんですけど、ただなんとなくどう考えてもこれ来ねえだろうっていうふうに思ってたものが、ポーンとね、急に別のところからやってきて、叶ってしまったりとか。あとそうだね、これちょっとね、これ多分これビデオ出てる時には多分出てると思うんですけど、でもなんで言っちゃいますね。ビビって雑誌知ってます？ビビ。ビビ知ってます。おお、読んだことあります？読んだことあります。おお、いいですね、いいですね。ビビっていう雑誌の、実は監修っていうのは、その雑誌のこう監修っていうのがあるんですけど、ちゃんと見てもらって、これが大丈夫なのかどうなのかっていうのをね、これ、僕のスタッフが、やることになったんですね。
すごい嬉しくて、はい、え、待って、手違いかもしれないですけど、うんうん、え、それ何系の雑誌ですか？え、ファッションとかの女の子の雑誌です。え、もうじゃあ間違いないです。間違いないですって何が何が。多分だから今ここに、うん、え、認識あって、同じビビですか？同じビビ、同じビビです。そうそう、それもだからね、だいぶ前に、あ、なんかこういうのになったらいいなって思ったら、え、こんなところが来るのかっていうのが急に来ちゃったりするんですね。うん、いやだから本当面白い、うん、いやだからこれも、これもずいぶん前に考えてたことが、考えてたっていうか、なんかこう勝手に思ってたことですね。うん、だからそのつながってくるって感じですね。うん、だからそこがやっぱすごい、うん、ありますよね。うん、だからそのさっき言ったんですけど、この妄想劇っていうのは何でもいいんですよ。でここをほら考えられる人っていうのは今いないので、うん、だからここを逆に考えていけばどん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 その面白くなってきますし、いろんなものを見ながらイメージできるの で当然人にもこれイメージ与えられる人になる、なってくるんですね。こうなったらあなた最高じゃないですか、その人の頭の中もそれでいっぱいになっちゃいますから、それって貢献なんですよね。立派な、僕からすると世の中の人への、だってその人の未来のイメージ作ってあげてるんで、しかもその人が求めているっていうところをまず自分でだから練習して、だから今だから今日エミさんこの後やんなきゃいけないのはどうなったら最高なのか、だからエミさんがまず意識していることから書いていった方がいいよね。自分がどういう瞬間いつもワクワクするのかな、人と何かやってる瞬間なのか、それはいつもこれエミさんの場合だったら領事館なので、そこはやっぱ中心に考えていった方がいいんですけど、僕だったらそのほらライフスタイルとか、結構僕時間の流れとかすごく好きなので、毎日こういう生活の流れがあって、その生活の流れっていうんですかね、うん、でバラエティっていうのかな、だからトレーニングとか、だから僕朝からほら冷たい、ほんと冷たすぎるシャワー人から見たらよく浴びますねって言われるんですけど、俺僕からするとかっこいいんですよ。みんな多分笑うと思うんですけど、気持ちって思うと思うんですけど、僕からすると楽しいんですよね、それが気持ちいいんですよ、あ、俺 M だなみたいな。なんかそういうところがあるんですね。でもそれもほら自分のこう一日のリズムとしてすごく重要なポイントで、そういうやっぱそれぞれのなんかこうこうなったら最高っていうのはあると思うんですね。それをそこの分野を中心に考えていくと、それ見るだけでも楽しくなってきますから、うん、うん、それをだから作って、こう自分のだからこれさっき言いましたね、チューニング、チューニングね、普段ほらいろいろとニュースとかメディアとか、もうかなり今の時代ね、すごいレベル高いで、正直もう僕も見たら、前はね離れたんですけど気になって見ちゃうようなもの多い、まあ、これ映画とかっていうよりもその SNS とかニュースもね、これどうなってんのみたいな感じで、ちょっとこれ今見とこないとまずいんじゃないみたいな風にやっぱ思っちゃうものっていっぱいあるんですよ。でそっちに引っ張られていくと当然そこが潜在意識でいっぱいになっちゃいますから、うん、何も起きないですよね。でそうじゃなくて、ニュースよりもやっぱり重要なのは、世の中の事実よりもやっぱ大事なのは自分のその人生のこう羅針盤をしっかりこう自分でチューニングしていく、そのためのシートなん でそれを自分でしっかりパンと置くこと、でその上には何個かその今すぐに今日自分を引き締めるための質問ね、でそのエミさんがさっき今日やらなければいけない、ちょっとやらなければいけないことだとちょっと重いので、今日最高に人生をアップグレードするために私がやった方がいいことはできなくてもいいけどみたいなね、まあ、何って質問にすると、これやってみようかしらみたいな感じになってくるので、そういうちょっとね、もういい質問書いてた方がいいね、うん、だからできなくてもいいけどっていうのは書いておいた方がいいんじゃないの、エミさんの中で。ほら、できなかったことにどうしても評価したい自分がいるんだったら、うん、うん。できなくてもいいけど、できたら最高なのはどれっていうふうに書いておくと、別に後悔しないので。なるほど。うん、だちょっと書き換えた方がいいですね。うん、なるほど。うん、あ、ちょっとまだ分かりました。だ今日ちょっとね、エミさんね、この後の宿題は、その理想像ね、はい、うん、でそれはあの人によってはだから本当に1年後とか数ヶ月後の方がハッピーなんだったらそういうの書いた方がいいと思いますし、例えば人によってはほら日付が決まってる人って言うじゃないですか、日付っていうのは何月何日にも結婚式をやるっていうのが決まってて、ただその会場とかまだ決まってないと、で旦那はなんかいろいろケチケチ言ってるから、多分このままだと予算が低くてすごい悪い状態になりそうだから、こういう最高の結婚式をやってこうなりたいとこうなりたいとこうなりたいっていうのを集約させていくっていうのは大事ですし、僕みたいにほらライフスタイルっていうのはその日が決まってるわけじゃないじゃないですか、 X デーが、
うん、だからもしかしたら4年後かもしれないし3年後かもしれないしっていうのでも当然いいので、自分の中でこうなったらいいよなっていうものを書いていくってことですね。で、僕のさっき妻とのこういう関係性でいたいなっていう時はそういうのを書いておいた方がいいと思いますし、さらにさらにね、ラブラブとか、僕だったらそのラブラブっていうの結構好きなので、うん、人によってその単語の表現の仕方ってあると思うんですけど、で当然その中には年齢を入れてるものもありますよ。僕もあのどうやったら何歳までにこうなれるのかみたいなね、うん、どうやったらそうなれるのか、そうですねって書いてますね、うん、っていうのを、うん、入れてってますね。で僕の場合だともうちょっと、入れるとしたら、自分のやっぱり周りの人、まあ、特に家族ですけども、自分の家族はどうやったらこうなれるのかみたいな、それも別に重い感じではないんですけどっていうのも当然入れて、こうなったら最高じゃねみたいな感じのところ、まあこれね全部つながってくると思うので、こうなったら最高じゃねってほら最初の方であの、はい、いろいろと苦労しながらやってたと思うのでそこがまた入っていくという感じになりますので、ちょっとエミさんだから今日のね話をまた聞きながらですね、ぜひちょっとまた再度次の目標設定ではないんですけれども、まあ、そのシートの方をね作っていただいて、やっていただけるといいかもしれないですね。だもしエミさんがそこにちょっとこう真面目にならないような、なんかイラストとかその絵とかがあるんだったら、そういうの入れた方がいいですね。ほら、ね、文字だけ見ると結構真剣になっちゃう可能性もあるし、仕事上ね人間ってやっぱこう文字見ると結構マジになっちゃう人っているんですよ、書類見ると、うん、そのやっぱ過去の仕事とかによってもほら紙見ると仕事みたいな風に思っちゃう人いるんだ。印刷されたものがほら上司から配られる癖があると、ほらその紙見た時に仕事モードに瞬時になっちゃう人いるんですよね。うん、だからそうじゃないものにやっぱしてった方がいいと思いますし、そこにやっぱシールいっぱい貼ったりとか、自分なりになんかこうなんかこう可愛いモードになれるような、そういう感じのものをぜひやってもらえると、うん、ぼやーっと眺めて、あこれ最高だみたいな感じでね、うん、それ見てるだけでもなんかワクワクしてきたみたいな感じになりますので、うん、でこれね本当にやれば分かりますけど、叶ってきますからこれマジで、うん、ちょっと真面目すぎましたね、うん、私はいいね、それ気づけただけでもいいですし、まあでも多分これビデオ見てくださってる人も多分そういう風に思ってる人もいっぱいいると思いますので、それねみんなが悪いわけじゃないんですよ。僕もすっげえ昔真面目でしたので、やっぱ学校教育とかいろんなものでやっぱそうなっちゃってるんで、だそういった意味でこのビデオもそうですし、まあ、僕のほら別 の, あのビデオとかもそうなんですけど、そういうの見ながらちょっとずつちょっとずつね、ちょっとその過去のなんかいろいろね自分の中にあるものを外していっていくっていうわけじゃないですけども、今ちょっとこう取り除いていく、うん、そんな感じでやっていってもらえたらいいと思いますので、はい、ぜひちょっとね今回のビデオちょっとね、お役に立てたと思った方はぜひまたコメントとかねいいねとか押していただけたらなというふうに思いますしね、またちょっと次回のエミさんのね変化を皆さんちょっと楽しみにしていただけたらなというふうに思いますので、はいはい、ぜひちょっと、よろしくお願いいたします。そのわけでね、エミさんどうも今日はありがとうございました。お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さんまた次回のビデオお楽しみに。皆さん一緒に頑張りましょう。